見事な勝利でしたけども、今の心境を教えてください。そうですね、競技者オクシニアとしては、強くなれてるなっていうところはあるんですけど、もうちょっと競りたいですね、はい。対戦相手の印象はどうでしたか？印象はですね、キャリアのある選手で強い選手だと思うんですけど、そうですね、やっぱり自分が今回意識してやったことが出た試合だったので、今までのグラップリングに特化したスタイルからまたさらに MMA に進化したっていうスタイルに見せれたと思うので、すごく良かったと思います。急に、対戦相手が直前に決まったんですけど、作戦とかっていうのは相手に合わせるっていうのは自分がやることになるんですか？ないですね。ややクレメンティ選手はグラップリング下からもできる選手だったんですけど、しっかりと切ってガードワークをちゃんとパスガードしてっていう展開を考えてたので、はい。1ラウンド途中相当一方的な展開になったんですけど、そうですね、海外だったら止めてくれるところだと思うんですけど、正直止めてくれないのかなっていうのはあったんですけど、他の選手だったら止められてると思うんですけど、僕の場合どうしても一本取るっていうのがあるので、レフェリーが躊躇したんじゃないかなと思います。でもあれはストップが MMA としては当然だと思います。試合後のマイクでもっと強いがいいなと、なんか具体的に。そうですね、でもやっぱ呼べる相手っていうのがやっぱ限られてきますし、そうなると、僕自身正直葛藤です。はい、いろんなものに巻き込まれて葛藤ですとしか言えません。最後に俺もいつか行くからという結構意味深なこと言ってましたけど、具体的にそれは決まってますか？正直海外挑戦したいっていう気持ちはあります、はい、でもそれを周りに許さない状況もあります。歯切れが悪いんだけど、それはしょうがないですね。でも強くなれてる自信もあるので、純粋に今あることを一生懸命やりたいなっていう気持ちですね。はい。